落ち着いた？うん。麻雀大王にやられちゃった女の人の気持ちが少しは分かったでしょ？うん。これからどうするの？分かんないよ。麻雀大王を殴りに行くのはもうやめるけど。どうでしょう、お師匠様。ライラちゃんに力を貸してもらうっていうのは、ライラちゃん麻雀の腕もなかなかだし、武術の達人がいてくれるとやっぱりいろいろと心強いと思うんです。でもそれはありがたいことじゃが、ライラの気持ち次第じゃの。どうかな、ライラちゃん、力を貸してくれないかしら。麻雀大王の妖術を破った後でなら思う存分腕試ししてくれても構わないわよ。わかった、私ついていくわ。ありがとう、ライラちゃん。話はまとまったようじゃな。ライラや、向こうへ行って着替えてくるがよいぞ。若い娘がいつまでもそんな格好でいるものではない。何かのお店みたい。ちょっとおしゃれな雰囲気よ。あら、この辺じゃあんまり見かけない顔ね。こんにちは。あの、ここって何かのお店なんですか？それにしては商品が見当たらぬようじゃが。おじいさん、あんたどこかで。あ、ひょっとして大仙人様？そうじゃが。シアラと申します。戦術グッズの店を営んでおります。ここ、戦術グッズを売ってるんですか？あんたは大仙人様のお弟子さんね。うちはジャン国でただ一つの戦術専門店なのよ。こういう土地柄だから麻雀大戦に使えるアイテムがいろいろ揃ってるわよ。そりゃあ耳寄りな話じゃの。せっかくだからちょっと商品を見ていってちょうだい。貴重な品が多いんで店頭には並べられないの。今すぐ出してきますから。納得がいくまで商品を見てってよ。ただし、うちは買い取りはしないから、そのつもりでね。また何かあったら見に来てよね。メイリンちゃんのお家に行くのね。
ゃんのお家に行ってライラちゃんを仲間にしたんだけど、その後どこへ行ったらいいかわからなくなっちゃったのね。そうね、やっぱり麻雀の塔かしらね。前に教えたでしょ、忘れちゃった。麻雀の塔は潰れた大きな雀荘なの。最近見かけない人たちが住み着いたらしいんだけど、あれが麻雀大王の手下なんじゃないかってみんな噂しているわ。麻雀の塔がわからない？塔は塔よ。お寺によくある五重の塔とか、ああいう感じの建物を探せばいいのよ。